ウィース、こんにちは。東大生実況者、しゅんです。今回はですね、新たに才能を開花したツリースロースがマジで強い件について、今回は発表していこうかなというふうに思っております。それでは、早速やっていきましょう。でですね、まずはステータスですかね。ツリースロース。HP が1076で29位。もう1000位台とかでもあれなんだね。そんなに上位ってわけでもないんだ。で、MP が263で163位。攻撃力が368、109位。で、守備力が、367、64位。で、あとまあ、うんたらかんたらという感じですね。はい。で、まあこれパッと見、ステータスでまあ開花した A ランクにしてはそうでもねえんじゃねって思った人いるかと思うんですけど、使う特技がですね、まあ、雪玉投げであったり、まあ、ダイヤモンドダストですね、A ランクとか、まあ、B ランクの対義技になっておりますので、HP と、まあ、守備力以外はそんなに関係がないという感じですかね。で、まあ、火力としてはダイヤモンドダストが500強ぐらいで、雪玉投げが300強ぐらいですと。で、そんな強くねえじゃんって、まあ、思うかもしれませんが、特性でですね、時々雪玉の、構えて、これは元から持ってるんですが、敵から攻撃を受けた時、反撃できる位置にいる場合、時々雪玉投げで攻撃すると。で、ですね、さらに、才能開花ですかね。才能開花で追撃も持ってるんですよね、こいつ。まあ、なんで反撃と追撃ですね。はい、これ自分が攻撃した時、追撃できる位置にいる場合、攻撃対象に時々雪玉投げで追撃すると。まあ、追撃と、反撃、まあ、両方持っているということでですね。まあ、ダメージチクチク与えることができると。で、まあ、さらにですね、スクルトを覚えているので、まあ、守備力上げでですね、まあ、耐久と、受けとして使えるのかなというふうに思います。で、あとはですね、ダイヤモンドダストは多分サイクロンとか火炎竜とかと小変 P 一緒のはずなんで、もうちょっとね、低いはずなんですけれども、まあ、調整ミスですかね、ちょっとおかしい気がしますと。で、あとはですね、耐性見たら、これ、まあ、イオとヒャドということでですね、で、メラが弱点みたいな感じで、まあ、あんまり嬉しくないというか、まあ、本来ならメラ激減とかが、まあ、好ましいわけですが、メラギラ激減が好ましいかな。はい。ヒャドイオ激減ということで、まあ、これはですね、耐性おかしいですと。で、おかしかったら、まあ、使うとこねえじゃんって、まあ、一致してなかったら使うとこねえじゃんって思う人いるかもしれませんがですね、ですね、総力戦、まあ、総力戦がですね、結構難しいというふうに言われていて、まあ、その理由としてはですね、魔王、まあ、特に、デスピサローであったり、あとはバラモスか、バラモスがちょっと体勢いかれてるんで、まあ、お互い弱点同士で殴り合うと。で、その場合、まあ、バラモスとかデスピサローの方が、まあ、向こうの敵の方が HP が高いので、戦いづらいみたいな感じで、まあ、特にですね、デスピサロに苦戦してる人が多いんじゃないかなというふうに思います。まあ、なんで今回は、ツリースロースを、まあ、用いた攻略をやっていこうかなというところで、まあ、2種類ぐらいね、用意したんだけどね、まあ、ゼシカの方が簡単なんでね、何種類かやったんだけど、まあ、今回ゼシカ、紹介していこうかなという感じですね。もう一つはですね、まあ、魔獣系でキングレオで揃えて、いくというパターンですね。まあ、そっちの方は、まあ、なんだろうな、揃えるのがすごいお金がかかるので、まあ、今回は簡単な方を紹介しますと。で、まあ、揃えるのは簡単で、まあ、移動力4を3体ですね。まあ、今回は煉獄長で、ランプの魔人、で、キラータイガーじゃなくて、こいつね、的に名前忘れました。名前を忘れた男。で、まあ、デイン弱点じゃなければ何でもよくて、まあ、素早さ400人以上、まあ、1体は必ず用意してくださいと。で、ゼシカはですね、リーダーにして、で、MP 持って、で、なおかつ英雄、リーダーにしてくださいと。これ、マダンテ乗りますと。で、あとはツリースロースを入れると。で、まあ、あとは、他、ゼシカ以外は HP 盛りで、やってください。それでは、早速やっていきましょう。で、まあ、何がいいかって言ったら、やっぱ体勢がね、すごいいいんだよね。非常に。まあ、なんで、まあ、結構ね、なんだろうな、カバウとか、まあ、使う戦法とかで、攻略動画前出した記憶あるんですけれども、カバウの場合はですね、麻痺とかかかったら、まあ、要するに運ゲーになっちゃうんで、ですね、まあ、それが若干しんどいのかなと。で、火力足りない人はここで、灼熱打ってくださいと。まあ、僕はちょっと足りてるんで、もう打ちませんと。はい。で、まあ、これのね、いいところってのは 100% 勝てるってとこっすかね。はい。まあ、それが、非常に嬉しいかなっていった感じですね。で、まあ、立ち回りとしては非常に簡単でですね。なんだろうな。まあ、敵が攻めてきたら、まあ、こっちが特攻するみたいな、そんな感じですね。イメージとしては。はい。まあ、なんで、まあ、脳死できるっていう点が、まあ、非常にいいのかなーっていうふうに思いますね。あとはですね、まあ、これ応用すればですね、割と簡単に、まあ、ウェイト150以下っていうのを、まあ、実践できそうっちゃできそうだなーっていう感じですかね。はい。
で、まあ、スクールとかける意味ないから待機していく。で、まあ、ここでも火炎竜使い意味ないんで待機と。まあ、楽でいいっすよね。やっぱゼシカいたら。まあ、ゼシカのおかげじゃねえかって言われそうですけれども、まあ、この後が、まあ、なかなか、まあ、できなかった動きなのかなと。で、一歩前に出て貯めると。で、まあ、ここ前に出て待機。アヒルかな。いや、マジでね、このクエスト、当時、クリアできた人どんだけいたんだろうね。いや、マジで、なんだろうな。しんどいよなぁと思いますね。で、タメルを使って、まあ、雪玉投げ、軽く遊びでしてみましょうか。454。あ、そんな食らわせられるんだ。なんで、スクルトしてなかったから。まあ、あれですけども、こんな感じで雪玉投げをしっかりと使ってくれる。いや、面白いよね、やっぱ。で、プラスマダンテでしっかりとリーサルですね。はい。うん。まあ、ツリースロースのおかげっちゃおかげですけれども、まあ、これ EX で使ったりだとか、まあ、9315もですね、MP、まあ、622も出る人少ないと思うのでですね、まあ、ツリースロース使えば、まあ、簡単にというか、まあ、割と安定して、クリアできるのかなっていうふうに、思いました。で、まあ、受け取れるログインボーナスがある。なんだこれ。まあ、ちょっとよくわからないんですが、受け取れ、ナンバリングイベントまであと5日。あ？お楽しみ引き換え券 B。おうおうおうおお。いきなりなんかこんなのもらいましたが、まあ、これはおそらくドラケイレブンでイベントだろうということですね。まあ、ツリースロース。ですね、まあぜひですね、まあぜしか持ってない人でも才能開花させて、まあ自分のパーティーで、まあいろいろとちょっと組んでみると、まあ割とデスピサロベリーハードクリアするのには、まあ必須級のキャラクターになってくるのは間違いないなと思ったので、ぜひ、一度というか、まあ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。まあ役に立ったなと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあね。